はい、次です。もい石川紀之さん、こんばんは。はい、こんばんは。5日前にいただいております。この前、親のお金を盗んでしまったというお便りを送らせていただいた中学生リスナー。あ、これは覚えてる。つい先日ねえ、取って怒られてまた取ったやつだね。クズがって言われたやつでしょ。覚えてるよ。どうなったんだよ。続報か。石川さんに、配信を親に見せろと言われたので、しっかり見せました。本当に見せたんだ。ちょっと恥ずかしいね。まあ、見せろとは言いましたけどね。はい。マジで見せたんだね、本当に。素直だね。はい。自分の口で、まあ、俺の言ったことを言葉に変えて言ったわけじゃなくて、自分なりで言ったわけではなくて、本当に見せたんだ。怒ってなかったらいいですけどね。はい。親は、ちゃんと怒ってくれて、自分の気持ちを分かってくれました。親は自分のお年玉やお小遣いから少しずつおばあちゃんに返そうと言って、これから返すことになりました。謝るきっかけをくれた石川さんに感謝します。ありがとうございました。親の金をずっと責めるような、錆びれた大人にならないように頑張ります。なんか最後ちょっとな、一言お前それ。おい、厨房お前。最後なんだろ、親の金をずっと責めるような錆びれた大人にならないように頑張りますってお前。ちょっとお前これ、ねえ。うん、いや、俺じゃない。いや、俺はもう取ってないですよ、別に。ねえ。いや、龍が如く最新作誰の金で買いました？君たち。配信をつけっぱなしにしながら裏で龍が如くの最新作をやってる人誰のお金で買ったんですか？最新作も。ね、自分の金で買ったんですか？ねえ。いや、俺は別に当てはまりませんよ、だって。たびたび聞きますが。まあ、今日は金曜日なんで、どうでしょうか。0時30分。無職という人。無職、ニート、引きこもり、こもり人、クズ。借金2000万ぐらいあるとか、そういうやつでもいいです。はい。自分で、クズの自覚があるという方。はい。ろくでもない人間だという自覚のある方。いますか？本当に、自責の念がある方。もう本当に自分クズだなって思ってる人。むちゃくちゃおる。そりゃ俺に仕事こんわ。まあでも、ある意味大事よね。自分で自分のことが分かってるわけですからね。分かってないやつもいっぱいいるからね。まともだと思ってるやつもいるじゃん。周りからクズだと思われてるのね。だからでも自分で自分のことが分かってるってことですからね。はい。自覚ありということなんでね。あ、でもよかったわ。でも親にね、録画見せてね、ちゃんと叱ってくれて、おばあちゃんにこれからお金返していくっていうことですからね。もう二度とするなよ、ほんと。クズな道になっちゃうからね。まあでも今気づけてよかったよ。中学生、高校生なんでね。やらかしちゃうことなんて山のようにあるから。そう。でもそれがちゃんとリカバリーできるのが学生のいいところだからね、大人になってからね。そう、いっぱい失敗していっぱい成功する、それが学生ですから。はい。いっぱい悪いことしていっぱい怒られてくださいね。え、変にね、大人になってからね、間違えた道に行くよりかはいっぱいいろんなことを経験して、子供のうちに修正をして立派な大人になってくださいね。失敗マジでした方がいいっていうね。本当はいけないですけど、言っときますよ。本当はダメなんだよ。本当はダメなんだけど、絶対にダメなんだけど、ま、俺的によ。俺的になんだけど、タバコとお酒と遊びは、ガキのうちにやっといた方がまともな大人になると思う。それを全部ちゃんとルールを守って大人になって小銭を稼いでから、そういうことを覚えた大人ってマジでクズ多いんですよ。だから、本当は日本の法律的にやっちゃいけないんだけど、絶対にやっちゃいけないんだけども、俺はね、なんとなくいろんな人間を見てきてね、ある程度子供のうちにやんちゃやったやつって大人になってまとまる人結構いる気がする。逆に子供の頃ちゃんとしたやつが大人になってちょっと小銭稼いで生活もまともになって時間もできるようになってふざけたりすると、ろくなやつがいないんですよね。なんで本当にちょっと言っとくなって、これは推奨してるわけじゃないです、推奨してるわけじゃないんですけどね。はい。飯田の文句はやめろっていう。やめろ、ほんと。飯田祐希の名前を書くな。はい。次のメールです。いただきました。おはようございます。もう夜中ね。0時33分に起きてくるやつはもうほぼニートや、お前。この金曜日の夜中におはようございますじゃない。昼間何やっとったよ、お前。ねえ、おはようございますじゃないだよ。放送も後半の後半だよ、お前。3時間30分だったろ、お前。ねえ、朝ですよ、じゃないだよ。0時34分に起きてくるって、お前。おかしいやろ、お前。フクロウじゃねえんだから。最近外を歩いてると、とてもひどく靴ずれをしてしまいます。あら。足と靴変わってないんだ。足首の付近がいつも血が出ていて、お風呂に入るときめっちゃ染みて痛いです。無理やり履きすぎじゃない？さすがに、もう靴ずれ起こして血も出てるのにその靴って一足しかないの。少なすぎるやろ。
なのでジョーダンの31センチを買ってください、よろしくお願いします。マー君じゃねえよ、ネタメールやめろよ。しかも最後におやすみなさい、起きてきたんじゃねえのかよ。なあ今おはようございますって今起きてきておやすみなさいってお前野田より寝てんじゃねえかお前。放送もほぼ見てねえし、小敷だし、しかも人違いだし、買ったことねえよスニーカーなんだよ。俺だって欲しいわマー君からそのスニーカー、31センチのジョーダンとかトラビスとか欲しいわ俺だって。こんな俺でももらってねえのによ、なんで俺がお前に使うんだお前、青かお前、しかもめっちゃ高いやつお前、ニューバランス履いとけ俺みたいに。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。センキュー。